ティーチャー久保、今回ですね、いいっすね。まあ僕のテーマ、逃げるならどうせ逃げるなら夢は見るな、どうせ逃げるなら夢は見るなと、夢は逃げない、逃げるのはいつも自分だみたいな、僕好きなんですけど、多分ね、久保さんのおっしゃる通りで、もう本当にね、無理ですね。諦めた方がいいですよ。でも逃げないことを決めてるんだったら夢は見るべきです。だから大体の夢は叶えると思います。だって逃げないんだもん、続けるし。ただ久保さんみたいにね、ライブ放送3000回 Facebook でやるとかね、動画何万本撮るとかね、まあ僕もね、一般公開してるやつでも1万本以上ありますけど、しかも赤番食らってますからね。赤番食らってから1万本以上ですから、わかります？赤番のアカウント番のアカウントも1000本以上ありましたよ。わかります？1000本以上アップしたアカウント全部凍結ですよ。そっから新規でね、新規で1万本以上ですよ。多分これ大抵の人できないですよね。でなんでできるかっていうと、別に僕は諦めないし逃げないし決めてるんで、だからできるんですよ。わかります？だから逃げない、どうせ逃げるんだったらもう夢見ない方がいいと思いますよ。でやるんだったら、夢を追いかけるんだったら、こういうなんか自由な生活をしたいとか収入を上げたいと思う夢を見るんであるならば、逃げないことを決めるべきですね。うん、本当に逃げないことを決めるべきです。マジでやり続ける、やる、もうやり続ければ、もう成功するまでやり続ければ成功するんでね。だから成功しかないんですよ。だって続けるから、成功するまでやるんで、わかります？でしかもその成功っていうのが、わかります？僕の言ってる成功って100万ぐらいですよ。まあ、100万ぐらいって言うとちょっと超上から目線かもしれないですけどね、なんか孫正義さんみたいになんか上場企業、東証一部の会社を作ろうとか、そういう次元じゃないんですよ。わかります？月収100万、わかります？月収100万です。でこれなんで月収100万かっていうと、ネットビジネスやりたい人でどれぐらい稼ぎたいですかっていうと、だいたい100万ぐらいって言うんですよ。100万ですよこれね。マジで本当に本気で逃げずに改善してガチでやってね、なんだ、うん、多分ね、人によって変わると思うんですけど、多分10年は申し訳ないですがかかんないと思います。本気で勉強して改善してやり続けて、月収どうすか久保さん、本気でやって逃げずにやり込んで、改善してやり込んでやる、もう全部稼げるっていう、例えばセミナーやりましょうって言ったらセミナーもやるとかね、もうとにかくやるで改善するね、久保さんもセミナーもガンガンやってきたと、じゃあ対面で売りましょう、対面もやるとか、もう全部やったりとか改善してきて、それ10年やって100万稼げない、それはない、多分ない。ないっすよ、多分ね、ありえないですね、僕からすると。いやそれはちょっと改善してなくねみたいな。でこれがね、例えば月1億とかね、月10億だったら分かんないですよ。でも100万だったらいけますよ、本当に。で大体100万なんで、どれぐらい稼ぎたい、大体30万、現実的に30万稼ぎたいっていう人と100万稼ぎたいっていう人が多いんですね、僕のデータによると。じゃあ100万に関しては数年でいけますよ、数年で。だって実際僕の塾生さんとか1年圏内で100万いってますから、ちゃんとやってる人は全く初心者ですよ。1年圏内に100万到達してますから、まあ、コンテンツ販売ですよね。しかもコンテンツって何ですかっていうところから始まって、1000万上げた人もいますからね、1000万月で。全くそのコンテンツって何ですかっていうところから始めて、コンテンツ販売で1000万ですよ。11ヶ月目ぐらいです、1年未満です。だからちゃんと本気でやれば行きますから、100万は、うん、でも僕は思うんですけど、じゃあ10年本気でやっても、会社でね、本気で働いて毎日その休まずね、勤労勤勉に働いて100万いきますか？今の会社で勤労勤勉に働いて100万いきますか？多分結構難しいと思うんですよね。はい。だからまあどうせ逃げるんだったら夢は見るな。ただ夢を見たいんだったら決めろって、逃げないことを決めろってことですね。うん。これはね、本当に僕もネットビジネスいろいろやってきましたし、見てきましたけど、結果的に稼いでいる人って何かっていうと、まずは本当に、まあ、絶対的に続けてます。まあ、僕もすいませんね、ネットビジネスで稼いでる人、中長期ずっと稼いでる人は、必ず続けています。
てか続けてますね。で自分がやらなかったとしても下に下ろしてねやる仕組みを作ったりとか、外注にやらす仕組みを作ったりとか、自分が買ったり仮にあの引退したとしても、まあ、久保さんみたいにね金融で回る仕組みを作ったりとかね、なんそのいや要はそういう風に仕組みを作ってます。自分がやりたくないっていうかやらない状況になってる人で、今現行リアルで自分で稼いでる人はちゃんとやってますよ。ちゃんとやってます。例えば分かりやすいで言うならね、ヒカキンさん動画毎日ほぼ毎日アップしてません？もう原稿自分でメディアでこうや運営してるじゃないですか。毎日動画撮ってるじゃないですかね。 YouTuber の人毎日動画アップしてません？まあ最近ヒカキンさん毎日じゃなくなったのかな、まあいいけど、まあ当時はもう毎日アップしてましたよ。わかります？なんでそのなんだろうな、稼いでる人がやってるのに、稼いでる人がやってるのに稼げてない人がやらなくてどうすんのっていう、これねだからおかしいんですよ普通に考えて。そうこんなこと言うとね、こんなこと言うといやそれ吉谷さんだからできるんでしょとか、なんか何なんだかできるんでしょ、いやいやみんなやってるよとあの申し訳ないですけど稼いでる人全員やってますからね。稼いでる人だから会社に行かずしてどうやって給料もらうんですかっていう話と一緒ですよ本当に。え会社そういやすいません、会社に行かなくてどうやって給料もらえるんですかみたいな、え一緒じゃないですか。だって会社に行ってますよね。まあ毎日じゃなくても、でも毎日ペースで行ってる人いますよ。だって週1回しか休みない人っていますよね。まあ週休2日の会社もあれば週1の会社もあるわけじゃないですか。じゃあ週1しか休みがない会社に勤めてる人は6日は毎日会社に出社してるわけですよ。毎日毎日に毎日会社に出社してなおかつ8時間以上働いてるわけですよ給料もらうために。いややってるでしょって話でだからなんか当たり前のことなんですよねこんなのは。だからね結局ネットビジネスで稼げない人ってその当たり前にこなしてることがネットに来ると当たり前にできないっていうね。だって8時間仮に8時間ですよネットビジネス毎日やって真剣に勉強して続けたら、僕ねほんと稼げないことってありえんのかなと思いますよ。まあ、例えばイメージとしてはコンビニでバイトするじゃないですか。で8時間毎日働く、まあ週6でも働いたとして、すいませんちょっと陳列の仕方がわからないんですとか、レジどうやって打てばいいですかみたいな、それ毎日8時間レジ打ってやり方わかんないってありえます？ないでしょなくないですか。毎日レジ打ってレジのやり方、いらっしゃらない、最初はね研修中みたいになるかもしれないですけど、まあ、その最後パパパパパパパみたいなね、そのだって会社もそうじゃないですか最初は新入社員で右も左も分かんない状況からスタートしてですよ。じゃあその何年も勤めたら、はあ今日も会社かみたいな感じじゃないですか。余裕っすよね最初は緊張してたけど、バクバク、あ何教わるんだろうみたいなバクバクしてたけど、だからなんか同じなんですよね。なんかネットビジネスになるとなんか魔法があんじゃねえかなみたいな。魔法はありますよ、それはレバレッジです。魔法はレバレッジはあります。そうじゃないですか。だって僕はこれねいつも言ってますけど、久保さんもそうですけど、今僕は動画撮ってますよ。でも僕は動画撮ってます。これは今8分撮ってます。これ8分という労働をしてます。だけれどもこの8分の労働をした動画が1年後2年後3年後も再生される可能性があるわけですよ。わかります？実際僕の1万本の動画、じゃあ何全然再生されてないのか。いや再生されてますよ。3年前とか4年前とか。じゃあ4年前に10分労働したのが未だに動いてるんですよ。わかります？レバレッジかかってません？でもこれリアルだと絶対無理なんですよ。リアル無理じゃないですか。その月に働いた分の給料なんですよ。わかります？その月に働いた時間分の給料です。もしくはその月に、稼いだインセンティブ分です。わかります？でもネットっていうのはブログも YouTube とかの資産型のコンテンツに関してはずっと回りますから、だからレバレッジはかかります。そこが魔法です。そう現実的には無理じゃないですか。普通の一般的なコンビニのバイトとか時間給時給800円とかの世界では絶対ありえない世界がネットにはありますね。だからそれが魔法っちゃ魔法です。でもねその魔法を稼働させるためには、その魔法をね稼働させるためにはある程度の、うん、なんだ努力が必要だわけですよ。
ある程度最低基準の努力が必要なわけですよ。だそれの最低限の努力もせずにその魔法は使えないですよ。だって魔法使い、だってハリーポッター見てくださいよ。ハリーポッター魔法使うのにね、めっちゃなんかいろいろな、もうどんだけストーリーあんねんって話じゃないですか。最初から魔法使えないわけですよ、ハリーも。あります？最初からね、なんかハリーポッター始まりました、俺はもう 100% の魔法使いですみたいな、もう映画終わっちゃうよみたいな話じゃないですか。だからね、それしょうがないですね。あのね、もうほんとね、どうせ逃げるなら夢は見るな、これいいんじゃないですか。どうせ逃げるんだったら夢見るなと。だって逃げるんだったらもう夢見てもしゃあないよと。今の現実で生きるしかないんで、夢見ちゃいけないです。見ちゃいけないというか、見ても無駄だよって、時間も返ってこないですからね。なんか中途半端にやって中途半端に終わる、ね、それだったら遊んだ方が良くないですか。パチンコ行った方がいいですよ、ね、パチンコ行くとか、なんかディズニーランド行くとかね、ディズニーランド行って夢見た方がいいですよ、ね、そっちの方が面白いじゃないですか。でネットビジネスね、中途半端にネットビジネスよし稼げるんだみたいな中途半端にやって、じゃあその何5時間6時間帰ってこないんですよ、ね、だったらディズニーランド行って遊んだ方が面白くないですか、話で。だから諦めるなら、どうせ諦めるなら、あの夢見ない方がいいですよ、本当に。だ僕の場合は絶対諦めないんで、絶対諦めないし、もうやるって決めてるんで、もう絶対勝てるっていう、もう絶対勝てますね。だってまああと一人ライバルがいるとするならば久保哲郎ですよ。もう唯一無門のライバルですね。このライバルは強敵なんですけど、まあ唯一なんかライバルがいるとしたら久保哲郎しかいない。そう、僕のライバルは。これはね、なかなかすごいですね。なかなか僕もね、負けないですけど、僕は負けず嫌いですけど、いやー、だって僕より10年上ですからね。僕より10年上で、なかなかこれ、信じられないほどのこのね、アウトプット力がありますから。そう、だからライバルは、世界でたった一人のライバルは久保哲郎ですね。本当に。まあそんな感じですね。まあでも一番の最強のライバルは自分自身なんですけどね。ただまあ自分自身ですけど、自分もやるって決めてるんで負けないですよね。だってやるって決めてるんで、負けの、あの、続けるっていうのを決めてるんで。そう、続けることは決めてるんで。そう。だからまあ、この活動をね、10年、20年ずっとやっていけば、どう上げても勝てるでしょうっていう。だって他の人やめてくんで。他の人絶対やめてきますよ。絶対やめてきます。言い切ります。だから残る人は 1% です。1% しか残らないです。10年後、20年後、ね、多分ね、このね、億万長者シリーズも10年後、20年後やってるんですよ。まあ、普通の人じゃ無理ですよ、悪いですけど。これ絶対、もう10年も20年も30年も40年も50年も60年も続きますよ、生きてれば。マジでこのやりとり。もう久保哲郎が最強のライバルですから、僕負けないですから。だからもう、このね、やりとりがね、マジで終わるのは死ぬ時ですから。マジで。そう。で、あとね、今ね、3本にしてくれてますけど、まあ3本いいっすね。ちょうどいい。3本、久保さん3本ぐらいがちょうどいいっすね。3本ぐらいがちょうどいい。多分ね、1本だと物足りないですよね、多分おそらく。3本ぐらいがちょうどいいっすね。まあ3本のリレーだったら、ちょっと毎日40本はきついですけどね。毎日40本、50本、ほんとちょっとそれは勘弁してください。僕やることありますから。僕隠居したら OK です。僕隠居したら全然100本でもいいんですよ。100本リレー行きましょう。僕40、僕もう本当に隠居して、利回りで全部行くようになったら、100本でも1000本。じゃあ1日1000本リレーやってみましょうか。まじ、もう隠居したら全然いいですよ。コンテンツ売らないみたいなね。コンテンツ売らなくて済むんだったら、もういくらでも行きますよ。もう久保哲郎に参ったって言わせるぐらい、もう撮ってありますよ。だからもう、ガッチャンコしない動画だったらもうね、もう1分動画超撮るっていうね。そしたら久保哲郎もなんか、あ、久保さんもあれだな、アヒルの動画送ってくるからな、もうきついな。まあいいや。まあちょっとやめましょう。まあね、でもね、やばいですよ、だから、本当に。多分、でもね、1000本でもね、久保さんやってくると思いますよ。おそらく、1000本だったら今度ね、これナイトライダー買ってるから、もうナイトライダーの、ね、ナイトライダーの動画5秒とかね、一言みたいな。ナイトライダーの一言の動画送ってくるからね、絶対。もう自分喋んねえみたいな。そう。まあいいや。まあとりあえず、いや本当にこれ結構大事なんで、ちょっと熱弁しましたけど、マジでね、これね、本当ね、どうせ諦めるなら、夢見るなっていう。マジでこれ結構大事だと思いますよ。いや本当に。だって時間は返ってこないんで、だって諦めるんだったらそれが全部ゼロになるんですよ。で、今までやってた努力全部ゼロですよ。諦めた場合。
まあ、ネットビジネスで稼ぐってやってたじゃないですか。でもネットビジネスも全くやらなくなったってなったら、その頑張った時間どうするんですかみたいな、帰ってこないんですよ。いや、もう一度言いますね、ネットビジネスで稼ごう、稼げるのかなってやるじゃないですか。で、ネットビジネスやめて、もう何もやんなくなって、普通のリアルの仕事、転職とか普通にやるじゃないですか。ここのネットビジネスでやった時間ね、何も収入化できないですよ。時間返ってこないですね。いや、超もったいなくないですか。じゃあこの時間ね、パチンコ行った方がいいだろうし、この時間ディズニーランド行った方がいいし、この時間なんか何漫画読んだ方がいいだろうし、映画見た方がいいだろうし、どうすか。絶対映画、ポテトチップス食いながらコーラ飲みながら映画見た方が面白くないですか。どうすか。自分の好きな映画をね、ポテトチップス食いながら、ウェイみたいな、ウェイってビール飲みながら、絶対そっちがいいですよ。絶対時間戻ってこないですから、マジで。はい、ということで、僕は絶対諦めないですから、あのね、本当に本当に諦めないんで、あのね、あの骨の髄まで諦めないですね。これはね、あの揺るがないですね。どう考えても揺るがない。なぜならば、なぜ僕がこれ圧倒的にこれ決めてるのかっていうと、あのこれもね、あの自己否定というかね、久保さんで言うのは自己否定なんですけど、要は僕が他のライバルに勝つためにはこれしかないんですよっていうふうにも思ってます。要は僕は能力もないし、例えば孫正義さんみたいに上場企業、その世間的にすごいみたいな、世間的にスーツ着て、ね、社長ですみたいな、年商何億、それは無理なんで。いや、無理じゃないですか。勝てないんですよ。世間的なその一般的な成功者にはなれないですよ。なれないです。綺麗にはなれないです。でも泥臭くいくしかないですよ。じゃあ泥臭くでも、この泥を這いつくばって10年、泥を這いつくばって30年、そうするとね、あのね、輝ける時が一瞬あると思ってます。一瞬だけ。これね、余談ですけど、20年か30年、キラレ役っていう、これ名前ちょっと忘れたんですけど、とにかくあの映画でそのキラレる役ってあるじゃないですか。で、こう切られ続けて、あの2、30年っていう人がいるんですよ。で、前これね、その人がテレビ出てたんですよ。テレビかなんか特集されてたんですよ。その切られ続ける、主役じゃないんですよ、切られるみたいな、切られ役のプロみたいな、凡事徹底ですね、切られるプロみたいな、その切られる、そのどう切られると綺麗に映るのかみたいな、もうプロフェッショナルなんですよ。で、その人が主役として出てたんですよ。わかります。切られても主役になれるんです。わかります。本当は普通はね、主人公の人がバン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 とかね、パシャンパシャンって、それが主役じゃないですか。でもね、切られ続けて30年いくとか、その切られるプロになると主役でちょっと出れるんですよ。そのテレビ枠のその人の哲学みたいな、そう、僕はそれをね、あの昔見たことがあるんですけど、すげえなみたいな。やっぱ何事もやっぱ続けることやなと。切られる30年みたいな、切られても30年みたいな、30年切られると主役になれるっていうね、ちょっとだけこういけるっていうね、そう、ちょっとでいいんで、僕はちょっとで。だから、まあそういうもありますからね。だから僕はもう泥臭く、もう諦めないっていうね、もう圧倒的に。で、あとね、 YouTube ありがたいことに、多分ね、この活動、まあアカウントがバンされなければ必ず僕はバズると思ってます。必ずどっかでブレイクすると思ってます。必ずです。なぜならば、ここまで続けて発信力、本数ここまでこなせる人が絶対いないんで。そう、まあそんな感じですね。で、だいぶちょっと熱く語りましたけど、これちょっとカスタムサムネイルね、ちょっと警告とかにしようか、警告みたいな、警告、この動画は不愉快な気持ちにさせる、ちょっとこのね、今億万長者合宿カスタムサムネイル僕いじってないんで、ちょっといじります。これ結構大事なんでね、これめっちゃ大事っすよ。もうめっちゃ大事をね、100発言いますよ。もうめっちゃ大事。いや、めっちゃ大事だから。めっちゃ、もうこの後めっちゃ大事しか言わないですよね。めっちゃ、でもこれほんと大事ですからね。でもマジで大事です。時間戻らないですから。時間戻らないんで、あの、ほんとやめた方がいいですよ。中途半端にやるんだったらマジやめた方がいいです。今から映画見に行くとか、今からポテトチップス食うとか、今からコーラ飲むとか、ね。大好きな AV 見るとか。あ、もうそうしてくださいよ。ね。いや、そっちの方が人生楽しいと思いますよ。中途半端にやっても何も手に入れられないですよ。やりきるって。もうやりきる、終わらせるですよ。やりきる。これしかないです。やりきる。
徹底的にやりきるですね。一個に決めたら、一個に決めたらもうやりきる、とことんまで骨の髄までやりきるっていう。で、僕はその前の会社でやりきりましたから、やりきったんで、もうみんな辞めてきましたよ。だから僕一人ですからね。本当、その会社立ち上げ当初からいたの僕一人ですよ。本当に十何年いましたけど、もう本当にちっちゃいね、恵比寿マンションっていうね、恵比寿マンションっていうちっちゃいマンションの一角でね、スタートした事業、それがね、あの大きいフロアに最終的になりましたよね。2フロアですよ。ね、家賃150万まで行きましたよ。ね、もうやりきった。だいぶやりきりました。相当やりきりましたね。会社にも泊まりきった。もう会社の思い出、あの10年間の思い出、十何年の思い出、会社に泊まってるしか思い出がない。そう、だから僕はね、決めてるんですよね、これも。だからもう空白の10年みたいなね、僕は思ってるんで、そのね、若い20代の頃、20代の時ずっと会社に泊まってたんで、だからもうね、あともう気が付いたら僕今年で37ですけど、もう好きなことやりまくる、とにかく好きなことやりまくりたい。その好きなことをやりまくりたいから、死ぬ前に好きなところやりまくりたいし、いろんなとこも行きたいし、だからそのために金が必要だから金稼ぐっていうね。じゃあ金を稼ぐためには何が必要かっていう、コンテンツ販売ですよ、僕やってきた。だからコンテンツを売りまくるって、売りまくります。それしかしない、40までで。40歳から隠居です。隠居する。で、もう隠居しても YouTuber ですね。隠居しても YouTuber、 これです。もう久保さんみたいに早くなりたいですから、もう早くコンテンツ売りまくろう。まあ実はね、この後もね、あ、この後もキャンペーンの準備しますから、もう商品売る。あの車の修理してる時間、もうキャンペーン商品。あのホイール修理みたいな、ホイール修理代回収しないといけないですから、ホイール修理代ね、お金降ってこないですからね。そう、久保さんみたいにね、毎月金利僕入ってこないんで、コンテンツ売らないと、ホイールの修理も金かかるわけですよ。ホイールの修理もお金降ってこないわけですよ、稼がないと。この後ね、ホイール修理してる時間の間にもう、そのホイール修理を回収する準備して、ホイール修理が終わった瞬間もキャンペーンですよ、もう。はい、まあそんな感じでですね、今からちょっと僕は仕事しますんで、はい、まあこれも仕事ですけど、はい、ということで、これね、マジで大事ですから。いや、マジで大事。もう何回も言いますけど、時間は戻ってこないんで、時間は戻ってこないです。中途半端にやるんだったら、もう何も得るものはないです、中途半端だから。うん、中途半端の人生で終わりです。中途半端にやるんだったらやりきってください。どうせ逃げるんだったら夢は見ない、これが一番いいです。はい、ではですね、えくぼさんの動画を映します、どうぞ。はい、3つ目、どうせ俺は無理だよというね、キーワード、これね、言う方多いですよね。私はね、どちらかというと大きなマイナスがあったからここまで来れたっていうね、そういうことは結構ね、思うんですけども、そうは言ってもマイナスがない方が良かったかなと思いますよね。私が望んでいたライフスタイルっていうのは、まあなんていうんですかね、そこそこの企業に入ってお給料をもらって、安定ってものと引き換えに自由を束縛されてってものをね、第一候補に挙げて、10代の頃はしっかりとね、進学を目指して勉強していったりとか、大学の就職活動していったわけなんですよ。ですからそれが叶うのが多分一番良かったんではないかなと思います。で、そうならなかった、社会に出てみたらバブル崩壊、超氷河期でね、就職どころではなかったっていうところ、そして就職したにしても終わりのない袋小路というね、エンドレスループに入るような労働、そしてこれが65歳まで続くっていう絶望をね、味わいながらの道だったんで、まあだからね、一勝負かけたわけなんですけども、私はでもね、やっぱりね、今思うと私は運よくうまくいきました、おかげさまで。でもやっぱりね、どっかで勤めてそこで、収入を得るという道はほとんどの方がなんとかなると思いますけども、ただね、自分で何かことを起こして成功する可能性は非常に低いと思います。私は誰でもできますよっていうふうに言えないですよね。自分がやってきたことの、このやってきたことを一つ一つ振り返って、そのやってきたことのね、質とか量ってものを客観的に見た時に、これは誰もできないなっていうふうに自分の人生振り返って思うんですよ。で、私が今ね、2013年からずっとやってきた
ネットビジネスにしてもそうですし、投資事にしてもそうですし、今みたいな隠居スタイルにもそうですけども、じゃあ誰がそんなね6年も7年もこれできるんだってことなんですよ。やってないですよね、誰もできないんですよ。だから普通の人には無理ですね。だからどうせ無理なんで、自分の力量を測ってね、もう最初から単なるファンタジー、憧れ、そんなね数年で億万長者になるとかね、そういうことを憧れだっていうふうにこうね諦めて割り切って、今いる現状をしっかりと勤め上げてですね、もうね濡れ手に泡とか一気に自分の人生構築するってことを夢見ないっていう選択ももしかしたら幸せかもしれないんですよ。で、私はたまたま勘違いして自分にはできると思っちゃって、でね半分意地もあったんでここまで来ましたけども、いやここまでできないですよやっぱり、私はねなんかやる気のある人に本当に申し訳ないんですけども、いやできますか、 Facebook ライブを3000本だけでも、3000本以上やってますけどもね、3000本以上できますかとかね、 YouTube のアップロードを数年で1万本以上とかできますかとか、人前でこうやって毎日喋るわけですよ、何時間も。1本の動画って短いですけども、私1日にですね40本ぐらい動画撮ってますからね。メッセージを返信する人が多いですから、で海外にも送ってますからね。日本語ばっかりではないんですよ、英語で喋ることもありますから。英語で喋ろうと思ったら原稿を作ります、さすがに長いです、遅いです、発音悪いです。でも自分を鍛えるためと思ってやってますけども、いや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 、できないでしょなかなか、やっぱりね1000人中1人とか1万人中1人ぐらいしかたどり着かないと思うんですよ。そうなるとですね、一つの企業って多分100人ぐらいしか勤めてないと思うんですよ、中小企業。じゃあ100人の中の頂点になれない人が1000人とか1万人のうちの1人になれるかって言ったら、やっぱりねネットビジネスの世界の方が厳しいと思います。厳しいんで、それなりの覚悟を腹をくくってこないと、弱音を吐かないとか、やり続けるっていう腹をくくらないと、ほとんどの方はどうせダメだっていう風になっていくと思います。内側から崩壊していくと思いますということなんで、何回もね警告しますけども、そんなに生優しいもんじゃないよということをね申し上げて、でもこの可能性を諦めないでほしいと、自分の人生を自由に豊かに幸せに最大限生きていこう、そういう100年にしたいと思うんでしたら、お金のこと時間のことで悩みたくないと、人間関係で悩みたくないと、絶対それさえあれば、自由さえ手に入ればもう何にもいらないんだって方は、ぜひねネットビジネス腹を決めて頑張っていただきたいなと思います。今回は以上です。